動画はゆっくりミニバイク解説動画になります。今回は、ヤマハミニバイクの代表格、TZM50R を解説するよ。ホンダの NSR50 に対抗するために、作ったバイクだな。その通り、その NSR についても解説しているので、ぜひチャンネルをチェックしてみてね。よろしくだぜ。1994年2月に登場した TZM50R は、原付ミニバイクレースの必勝マシンとして登場した。90年から販売されていた TZR50 と TZM50R との違いは、第一にホイールサイズ。TZM50R は、全52インチの小径ホイールを採用し、見た目は TZR250R を可愛く、デフォルメしたようないでたちだった。しかしこれはミニバイクレースへの参戦を見越した仕様であり、実際には、フルサイズの原付スポーツ、TZR50 シリーズよりも、レーシーな装備がおごられていた。エンジンは、TZR50R1993 に、搭載されていた49駆の水冷ミスト単気筒、ユニットをベースにしたもので、ボート形状の最適化を、測った新作シリンダーを採用し、CDI 点火装置の特性変更によって、中速から高速での加速フィールが向上していた。クラッチも TZR50R の3枚プレートから4枚に変更されて容量をアップ。ラジエーターも大容量タイプになっていた。大型ラジエーターは他社への有用も有名だぜ。ヤマハの12インチレプリカとしては、80年代の YSR50 以来、直接のライバルは NSR50 ホンダだった。1995年新車当時の価格は279,000円だよ。アッパーカウルはフルサイズ 50cc。レプリカの TZR50 と共通のもの。アッパーカウル以外にも、エアクリーナボックスなど、TZR のパーツが各所に採用されている。リアサスには、ビルシュタインタイプの、ガス封入ダンパーを標準装備。ホイールは中空構造3本スポークの、アルミキャストホイール。フロントホイールは TDR50 と共通だが、リアのみ TDR より太い専用品な、TZM50R 用に設計された、インナーチューブ径 30mm の整列フロントフォークは、動作性に優れたもの。ブレーキは片押し、2ポットキャリパーが装備されている、レーシーな雰囲気満点のコクピット。トップブリッジは TZR50 から有用されている、有用されたアッパーカウルに対して、TZM 専用デザインのコンパクトなテールカウル。カウル内の収納スペースはない。あまり知られていないけど、17年ぶりの日本人チャンピオン、誕生記念モデルがあるよ。93年、世界グランプリ GP2 クラスにおいて、原田哲也選手のライディングによって、もたらされた年間タイトルの快挙。WGP では17年ぶりの日本人、チャンピオンの誕生となった。この優勝を記念して、4年3月にチャンピオンマシン同様の、テレコールカラー、をあしらった特別仕様車が、限定車両1500台用意された、チャンピオンマシン TZ250M の、デフォルメ版と言っても過言ではない、TZM50R が故に、その再現力は通を唸らせるものだった。TZM は2021年現在でも少数だけど、走っているのを見かける名車だな。そうだね。では最後に初言を解説するよ。エンジン形式、水冷ミスト、クランクケースリードバルブ単気筒、排気量、49cc、ボアストローク、40.039.7mm、圧縮比、7.51、最高出力、7.2PS1万RPM、最大トルク、0.63kg 7500rpm、燃料タンク容量、9.3L、変速機形式、6速リターン、全長全幅全高、1615/615/960mm、ホイールベース、1095mm、シート高、670mm、乾燥重量、78kg、タイヤサイズ、100.9012、120.8012、以上で TZM50R の解説を終わるよ。当 BR レーシングチャンネル登録をお願いします。解説リクエストなどあればコメントからお願いします。よろしくだぜ。ご視聴ありがとうございました。